続いてやってきたのは京都府のほぼ中央に位置する自然豊かな京丹波町。高知面積の8割が水田という京都府内有数の米どころです日本穀物検定協会が全国のお米を格付けし毎年3月に発表する食味ランキングでも最高位特営の常連として知られておりおいしい京都米を 全国に発信し続けています今は稲刈りも終わり一息ついたというお米の生産者北村正幸さんにお話を伺いました奥様の助けを借りながらお一人で作るお米の収穫量とは重さでいうと11トンぐらいですねここだけで6タンこの奥の山奥にもまだありますので2兆4タンぐらい作っております。 大変です <laughs> まだ寒い時期から土づくりをし田植えから収穫までほぼ1年作業となる米づくり手間暇をかけてここ京丹波町で育てたお米の品質はどこにも引けを取らないといいます朝晩涼しくて日中はこのようにあの太陽が出てますのであのお米に非常にあの適した 土地だと思ってますそしてまたここはあの水がきれいなんでねあの山から流れてきた水ですのでそれで自信持っておいしいお米を作っているということで、うん、JA さんがやってはる日丹波米のおいしいお米コンテストで今まで5回賞を取ってますのでもう十分自信を持ってやっててやおります今年収穫したばかりの新米があるということで実際に見せていただきました。 これが今年採れたお米です。コシヒカリを主にやっております。艶があって粘りがあって、そしてあのもちもちしておいしいです。ちょっとね今年あの天候不順というかあの天候が急激に大雨降ったり、またあの長い日当りが続いたりしてねあのちょっとその収量的には苦しい面がありました。収量はあのあまり気にせずにねなんとかおいしいお米をということであの頑張ってきました。 米の美味しさを100点満点で数値化した食味系での審査では一般的なお米は70点前後ということですが北村さんのお米はすべて80点を超えているそうです。味もしっかり保証付き。一番嬉しかったのはねあの無事に友達がおそうおあの送ってるんです。そしたらそこの万尾さんがね美味しいって <laughs> あの聞いたんで。 大変嬉しかったですその辺の一言であの救われてまた頑張ろうかいな勇気になります京都の米どころ京丹波町でおいしいお米作りを自信を持って続けていきたいと北村さんは話しますやっぱりもう京丹波であの昔からお米作ってますのでそれを何とかあの引き続いて守っていきたいまたおいしいお米を作っていきたいと思います